モンロー軍はアメリカ合衆国アラバマ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は23,068人であり、2000年の24,324人から5.2%減少した。軍庁所在地はモンロービル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は第5代アメリカ合衆国大統領。 ジェームズ・モンローにちなんで名付けられた。モンロー軍は基本的にアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。モンロー軍となった地域には4000年前から様々な原住民文化があった。歴史に残る時代になると主にクリーク族インディアンの領土となり、ヨーロッパ系アメリカ人は彼らをアメリカ合衆国南東部に住む文明化語部族の一つとして認識した。 モンロー軍話は1815年6月29日にヨーロッパ系アメリカ人によって設立された。アラバマが州に昇格する以前のことだった。当初の開拓者はイギリス人の子孫であり、バージニア州、ジョージア州及びリョーカロライナ州から来ていた。アッパークリーク族ウィンド、クランの著名な州長レッドイーグルがクリーク戦争の後でこの地に入り、プランテーションを作り上げた。 レッドイーグルはクリーク族とヨーロッパ人の血を引いており、資産である奴隷を農園主や馬の飼育者に育てた。クリーク族員の大半は1830年代にアラバマからインディアン巡州に移住させられた。その後に入ってきたヨーロッパ系アメリカ人は奴隷労働者を連れてくるか土地を取得した後に奴隷を購入した。軍庁所在地であるモンロービルは 20世紀の著名な作家、トルーマン・カポーティとハーパーリーが子供時代を過ごした街だった。小説家マーク・チルドレスとジャーナリストの紳士アタッカーもモンドー軍の出身である。1997年、アラバマ州議会はモンドービルとモンドー軍をアラバマ州の文学史とに指定した。百七十九年のハリケーン・フレデリックと二千四年のハリケーン・アイバンの2回、モンロー群は 災害被災地域を宣言された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1034.53平方マイルであり、このうち陸地1025.85平方マイル、水域は8.67平方マイルで、水域率は0.84%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内には、アラバマ川博物館、 モン軍歴史遺産博物館、軍庁舎博物館があり、特に軍庁舎博物館では、毎年、アラバマ物語の劇公演がある。他に、クロード・ケリー州立公演もある。ありがとうございます。